現在発売しているこの折りたたみ式のクローティングスカリ、これが収納できるハードバッカー、間もなく発売します。でこれの特徴はハードバッカーなので、まあ、内側がこう硬いタイプになってますので、持ち運び、まあ、車に積んでてもそうですけど、キャリアカートで移動する際も締め込んでもなかなか滑りにくいっていうのが特徴あります。で、実際現場で、スカリの方をここにこう入れて、まあ、水入れて、でこの状態で移動すると思うんですけど、このスカリがこう沈んで、まあ、動いたりとかして圧迫されることが多いので、魚のまあなんだろうダメージ、まあ、その圧迫してストレス溜まるんで、それを軽減するためにスカリについてるこれで、ハードバッカーの裏にこういうボタンがついてます。こうするでここにパチッと、こんな感じ、はい、でこうやっても沈み込まないんで、まあ、移動してても、上からの圧迫が、かなり軽減されます。はい、でもちろん、ウェインの際とか、こう出す時もすごくこう持ち上がるんで取りやすくなってますんで、はいですね、こんな感じです。